さん、こんにちは。元気ですか？はい、第10課の勉強を始めましょう。イオンスーパーはどこですか？イオンスーパーですか？あそこに白いビルがありますね。あのビルの中です。そうですか。どうもすみません。質問。イオンスーパーはどこにありますか？ヌックマムはありますか？はい。あちらのベトナム料理のコーナーにあります。ヌックマムは一番上です。わかりました。どうも。質問。ヌックマムはどこにありますか？近くにコンビニがありますか？ええ、あそこに高いビルがありますね。あのビルの隣です。わかりました。ありがとうございます。質問。コンビニは高いビルの中にありますか？佐藤先生はどこにいますか？会議室です。会議室はどこですか？事務所の2階です。質問。佐藤先生はどこにいますか？質問。会議室はどこにありますか？私の新しい家は静かなところにあります。うちの隣にきれいな公園があります。公園の前に図書館と喫茶店があります。私は図書館で本を借ります。そして公園で読みます。時々喫茶店で読みます。喫茶店のコーヒーは美味しいです。うちの近くに郵便局と銀行があります。質問。私の家は古いですか？質問。公園はどこにありますか？質問。公園の前に何がありますか？質問。喫茶店のコーヒーはどうですか？質問。私は時々どこで本を読みますか？質問。うちの近くに何がありますか？はい。第10課の勉強はここまでです。じゃあ、また。さよなら。